みんなが来てくれたわよ。ピーちゃんは可愛いし、とっても声がいいよね。やっぱりあれは本当なんだな。あれって何？昔からよく言うだろ、ペットは飼い主に似てくるって。あら、キザなお世辞言いやがって。いやいや、真面目な話。例えばうちで飼ってるチルチルなんかね。あ、ちょうど来たよ、チルチル、おいで。よし、いい子だ。かわいいわね。行儀が良くて綺麗好き、頭が良くてその上上品。僕そっくりだろ。確かに似てるけど、行儀が良くて上品。大丈夫だよ、愛情。可愛がっていれば必ず飼い主に似てくるものなんだ。そうかもしれないわね、ナピーちゃん。俺んちのムクだって頭が良くて強くてたくましくて弟らしいんだ。連れてきてるんだよね。おお、おとなしく言うこと聞いて待ってるぜ。ムクのやつ。あれ、私のサンダル壊れちゃうよ。ムク、やめろ。ほら、ムク。チルチル、ジャイアンチルチルが。大丈夫だって、ムクは俺様と同じで弱い者いじめなんて。なんだ、大きな体のくせにだらしないな。
しやすくなったぞ。でも誰？とにかく探してみよう。あ、しずかちゃん。ねえ、この子に似た人知らない？さあ、知らないわ。そっか、ありがとう。食べるんで不思議だったんだけど、この子猫におっぱいをあげるためだったんだね。この子猫どうする？もちろんうちで飼うさ。よかったね。あんたあんた、いいことしたらお腹空いちゃった。よー、ペットにも人間にも優しい材料で作ってある。いただきます。もう案外美味しいね。だろう、うちにペットがいてそっくりになるとこだね。その顔、何よ、僕の顔がどうかしてんの？動物っぽくなってる。冗談でしょ、僕は動物なんて飼ってないぞ。それ、ネズミの顔だ。なんでネズミなんかに？そうか、いつもどら焼きを隠したりして知らない間にネズミの餌になってた。